51.8 っていうことは 3.8 キロ足してない。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストレイナです。カタリストレイナダイエット企画3ヶ月が経過しました。どうですかね、見た目的には結構ほっそりしましたよね。見た目的には洋服とかもそうなんですけど、この間も一応レビューしたんですが、かなり良かったです。欲しかった服、あの S サイズの洋服、ね、そう、洋服があれが入るようになって履けるようになりました。ウエストがすごいほっそりと、ウエストに多分10センチくびれができた。はい、ウエスト10センチ、マイナス10センチは確実です。うん、それもね、途中で、ああもうダイエット成功したんじゃないのみたいになったんですけど、なったんですよ、すごい良かったんです。じゃあ体重どうなのっていうことで、体重はね、そうなんです。それ今日ね、体重計持ってきてくれたの、持ってきたので、はい、じゃあ測ってみてください。測ってみたいと思います。目標、ちなみに目標何キロでしたっけ。はい、目標は48キロです。が目標、目標。さあ、じゃあ3ヶ月ディ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 、あ、全然、全然 51.8 51.8 ですね。 51.8 51.8 っていうことは 3.8 キロ足してない。全然足りないじゃないですか。1キロ、2キロならまだわかるよですね。あと1キロ足りなかったんだったら、ね、ちょっとビザがあるから、ビザっていうかさ、こうご飯食べたらちょっと1キロ増えてたとかあるからいいけど、3.8 キロ、約4キロってどういうことですか。いや、目標当初から、当初ダイエットする前って何キロ。 55.6 キロでした。 55.6 キロ。3キロ、3点ちょっとぐらいしか痩せてない、3ヶ月で。1ヶ月、何やってんすか。何やっちゃってんすか、皆さん。健康のね、減り方になったということで、はい、皆さん良かったですね。良かった。別に見てる人は良くも悪くも、良くも悪くもない。いやー、カタリストレーナー体重あんま減ってないのかな。減ってない。いやー、ちょっとこれはね、今びっくりしましたね。あと、なんか服は入るようになったけど、足もなんかむくんで、ブーツも入んないとか言ってた。ブーツも、ちょっとそれは別でやってみたいと思います。はい、それが前履けなかったやつ。そう、これ履けなかったブーツなんですけど、ちょっとすいません。でもね、足も絶対細くなってるんですよ、見た目的に。あとマッサージ毎日したので、見た目的にはね、やばい、これ入りますよ、入りますよ、これやった、入る入る、しかもやった、うん、右足の方が太いんですけど、入るかも。これこの間、最近ね、2週間ぐらい前に入った時、入らなかったんですよ、ね。入った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 、やった。しかもね、ここパンパンだったんですけど、指入る、やった。指入るの、指入る、隙間ができて、隙間が、隙間、まあ見た目ね、そうでもないですけど、ここ、こんな入らなかったですよ、てか閉まらなかったんですよ。閉まらなかったんだよね、そこね。やった、このね、冬ね、履けなかったこのブーツ、やっと履けるようになったので、今日からあと何日かしか、春になってきちゃったんですけど。じゃあ一応体は引き締まった。かなり引き締まったってことですよ、だってこれここら辺で止まってましたもん。うん、この、なんだろう、じゃあいろいろ筋トレ、体重、あ、なんだっけ、体幹リセットダイエットとかやったり、フミッパもすごいちゃんと毎日やってたし、フミッパやったり、あと、なんか断食もね、途中でそう、やりましたし、自由光線飲んでね、で、リバウンドはしてないので、基本的に、うん、一応こう、だんだんこう下がってきてる状態を、はい、自由光線もすごいいいです、今ね、1日1食か2食で、うん、あとは置き換えてっていう形にしてるので、はい、なので、まあ一応ね、スリムになったということで、その点では成功かなって感じですけど、ただ体重がね、体重は4キロしか足りないと、全然足りないということなんですね、はい、はい、そういうことなので、ちょっとね、僕の方から罰ゲームを、罰ゲームですか、罰ゲームというか、さらにじゃあダイエット期間を延期してですね、その目標体重に達するまであと 3ヶ月、もう3ヶ月ちょっと期間を上げます。で、これをやってください。何ですか。
女子の筋トレお家でできる、DVD 付き、はい、それも本屋さんで売ってて、こんなのもあるんですね、うん、もっと綺麗になる筋トレするってことですか。筋トレ体幹リセットダイエットだけではなくそれもやりつつですよ。うわめっちゃ大変よ。やりつつこの筋トレもやって、これなんかがっつり腕立てとかありますよ。体絞ってね。いやー今腕立てできないからね。やってください、ね、結構ハードですねこれ。ハード、わかりました。じゃああと3ヶ月かけて、うん、まあ3ヶ月で約3キロちょっと痩せられたので、うん、あと3ヶ月あればもう余裕余裕でしょ。余裕でもう目標体重を達成していきたいと思います、はい、じゃあはい、じゃあこちらもね、じゃあはい、カタリストレーのダイエット企画第2弾、第2弾女子の筋トレ筋トレで痩せていきたいと思います、はい、じゃあ今後の変化をね、はい、楽しみにということで、はい、よろしくお願いします。なんかじゃあ、こう目標を達成します的なそのメッセージ、はい、結果にコミットしますみたいな結果、はい、48キロコミットします、はい、今ね、51.8キロ、うん、51.8キロから48キロにコミットしたいと思います。はい、じゃあ皆さんお楽しみに。